こんにちは。元オリンピック日本代表の萌田彼です。本日もアスリートプロジェクト萌田彼塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画のポイントはこちらになります。バサマスターを使ったトレーニングについてご紹介をさせていただきます。で、本日は特にバタフライについてご紹介をさせていただきますので、まず動画の方をご覧ください。ではバサルマスターですね、本当たくさんの方に使っていただいてるんですけども、足のところですね、つけていただいて、それでこのバサルマスターの形がハの字になってますので、キックを蹴るときっていうのはしっかりと足のところ、膝のところがあまり開きすぎないように、しっかりと開きがないような形で、ここのキックを足のところですね、蹴っていくために膝の位置がここですね、膝の位置が開かない。どうしてもこの膝の位置が開いてしまうと、この足の先ですね、キックのところに力がこうグッと伝わってくれませんので、膝の位置をキープして、キープした状態で、キックを蹴っていくっていうところをやることによって推進力が生まれていきます。それではそのイメージを持ちながらバタフライのところをやっていきましょう。で、まずスタートした時もちょうど膝のところですね、ちょうどここですね、この体中心線に対して足をこの第一キックで足を曲げるときはいいんですけども、じゃあ蹴っていきます。こう蹴った時に最後グッとストップです。最後膝が閉じと一回消してください。膝を閉じながら最後キックのところを、ここ最後蹴り下ろしですね、ここの最後蹴り下ろしのところが大事になってきます。でもう一回蹴りしましょう。はい、ここでぐーんと蹴ります。で、手をこれ少し広げてから、で、このキックさえぐっと挟んでぐっとキックを蹴っていく。で、またここで膝を挟んでぐんとキックを蹴るっていうところがすごく重要になっていくと、ここの膝ですね。で、結局その膝のところが分かっても、じゃあストップです。分かってもどうしてもここの足ですね、この足のところ、この足のところ、この部分が開いてしまうんですね。こう外に最後開いてしまう、もしくは足がこうずれてしまったりとかするんですけども、それをバサロマスターがしっかりと止めてくれますので、ここでキック蹴った時にスムーズにいきます。で、この意識の中で水中ドルフィンキックもうまくなりますし、もしバサロでしたらバサロキック同じように蹴ってあげることによって、推進力が生まれてきますので、その辺りなかなかうまくキックが、蹴れない方、ドルフィンキックがうまく蹴れない方、なかなか推進力が出ない方は見えないものなので、あまりイメージしながら足を意識するよりも、こういうね、道具を使って、そして固定してもらって、練習することによって、今言ったどうしても絶対的に普通に蹴るとこう外に開いてしまうところを、このバサロマスターが最後グンとこう蹴りを入れてくれますので、そのあたり、日頃の練習で使っていただけたらと思います。はい、では今日はですね、このように、僕自身の動画を解説させていただきましたけども、もしですね、皆様がこうやって、定期配信の中で、動画を配信してよければ、ぜひ、動画を送っていただいて、このようにね、解説をさせていただきたいと思います。やっぱりどうしてもね、例えば僕の泳ぎだからね、どうしてもできるんでしょっていう部分っていうのも多分皆さんあると思いますし、逆にね、皆さんの動画を見ることによってすごく共感する部分っていうのがあると思いますので、もしよければですね、動画を送っていただきまして、解説できればと思います。ちょっとね、動画の内容によったらですね、できない部分もあったりとか、全員が全員、流せるっていうのはちょっと確約ができないんですけども、ぜひこちらの方ですね、アクセスしていただいて、ご連絡いただけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。